ハリー・エドワード・ニルソンはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。1960年代後半から1970年代にかけてニルソン名義で数多くのヒット曲を残した。代表曲に噂の男、Without You、One、は友達、孤独のニューヨークなどがある。九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第91位。 ニューヨーク市ブルックリンでスウェーデン系の両親の間に生まれる。音楽好きな母親とおじの影響を受けるが、最初から音楽活動に入らず、銀行員となる。学歴を詐称して解雇されかけたが、みそぎとして必死に働き、コンピューター部門の主任にまでなったという。1960年代初めから勤務の間を縫って音楽活動を始める。 1964年にレコードデビュー。1966年頃までは主にソングライターとして活動し、ディスクトビー、ザナイトなどを書いた。リトル・リチャード、フィル・スペクターやモンキーズなどのミュージシャンやプロデューサーに次第に認められる。甘く哀愁のこもった歌声で七色の声を持つボーカリストと評された。ジョン・レノンに高く評価され、一時は ポール・マッカートニーの代わりに、ビートルズに加入するなどの噂が流れたりした。1968年のアルバム、空中バレーでカバーした、噂の男が1969年の映画、真夜中のカーボーイの主題歌に使われヒット。また同年、ワンが、スリードックナイトにカバーされてヒットした。1971年のアルバム、ニルソン・シュミルソンに収録された。 バッドフィンガーのカバー、ウィザウトユーがシングルカットされると全米、全英一位の大ヒットを記録した。しかし、後にアルコールと薬に溺れ喉を痛めてからは往年の勢いはなかった。これまで2回グラミー賞を受賞している。1990年代にカムバックを目指すが、すでに糖尿病に侵されていて、果たすことなく1994年1月15日。 自宅で就寝中に心不全のため死去。52歳没。没後1年の1995年、生前彼と親交のあったランディ・ニューマン、リンゴスター、ブライアン・ウィルソン、アル・クーパーなど、早々たるメンバーが参加した、トリビュートアルバム、ホーザ・ラブ・オブ・ハリー、エブリバディ・シングス・ニルソンが発売された。ありがとうございます。